ちょっと今日、ね、えー、ちょっと僕もその話そうと思ってたのがここ最近、この最近マジな話をすると,、えー、っと本を読んだんですよ、僕、普段本はあんまり読まないです。 だけど、本を読みました。で、本の題名が、なんか、Dye with Zero っていう本なんですけど、これなんか、メタプスの佐藤さんがなんかお勧めしてたのかななんか、会食した時にチラッて言ってて、なんか気になってて、え、読んだんですけど、え、人生が豊かになりすぎる究極のルールみたいな、え、本を読んだんです。これ、まあ、簡単に本の内容を言うと、結局、お金って死んだら意味ないよね。死んだ、死、お金って死んだ時、死んだらもう紙切れじゃないですか。か死ぬ前に使わないと意味なくね、みたいな。 いう話なんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、一生に一回しかじない人生だから、えー、そんな中でお金残して、なんか一生懸命働いてお金貯めて、一生懸命なんか貯蓄してるやつばっかだけど、えー、何のためにやってんのみたいな。で、若いうちに使わないと体も動かなくなってくし、えー、意味ないんじゃないの若いうちにお金使った方が価値あるし、えー、有意義なんじゃねえのみたいな。そんな感 のまあ、本なんですよで僕、それをも読んで確かにそうだな今、僕もね、まあ、それなりにお金今資産としてありますけどこれをね20年、30年、40年した時に、えー、ずっと持ってなんか意味あるのって言ったらないんですよね、ねそれよりもえどんどんどどどどん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 使っていかないと意味ねえだろって思ったんですよ今僕持ってるお金ってすげえ価値あるし一生懸命稼いだ勲章みたいなもんだけどただの紙切れなんですよね、価値に変えないと。そう考えたら なんかちょっと今までの人生間違ってたなっていうか、もっともっといろんなことにチャレンジしたりとか、自分の人生豊かになるんじゃないかなって思いました。すごく思いました。で、えー、そ,うそう考えたらもっといろんなことにアグレッシブに挑戦しないと、やっぱ見てる人に勇気も与えられないだろうし、自分の人生もったいないなと思ったんですよ。で、えっ、ー、と、 これからね、じゃあ何をしようかっていうと、まあ、ちょっとね、えっ、ー、とまああのー、まあ、いろんなインサイダーとかいろんな金があるから、あんまり言わない,わないっていうか、銘柄とか言わないんですけど、えー、ある、えー、上場企業を、えこれから、えー、ちょっと買ってこうかなって思います。はい。 えー、やっぱりなんだろうな、あのー、今会社をね、まあいろんな出資をしてる会社をね、まあ売ったりとかしていって、まぁ、あ、手放していってるわけなんですけどもえ、次はそういうやっぱ上場企業とか、そういうところで、まあその企業家として実績を積んでいったりとか、まあ、投資家としても、えー、返入を見せていった方がいいかなと思って、明日からですね、ある上場企業を買っていこうと思います。 はい。買ってこうってどうやって買うねんって思う人もいるかもしれないですけど、普通に株式公開されてるんで、上場企業っていうのは、えもうそのパソコンの前でカチャカチャカチャって明日から株買ってきます。はい。まあ、銘柄言わないですけどね。はい。まあ、で、まあ、いつか多分みんな知ることになると思いますね。なんで知ることになるかっていうと、え、大量保有報告書っていうのがあって、日本の株って5%以上の株を買ったら、えっ、ー、と、ちゃんと金融庁に届け出しないといけないんですよ。 だから僕がある会社の、上手企業の会社の株を5%以上買ったら、絶対に公開しないといけませんよっていうルールなんですよ。売った時も絶対に公開しないといけないんですよ。え、なんで多分大量保有報告書で、えっ、ー、と、出てくるんじゃないかなって思います。はい。だからもう、このね、えー、まあ2、3週間手術したりとかいろんなことありましたけど、僕の中でいろんな転機があったんで、ちょっとアグレッシブにもっともっと頑張っていかないとダメだなって、最近ちょっとたるんでましたね。 だから配信の頻度とかも減ってたし、まあ喋れなかったのもあるんだけど、もっともっと配信も含めて、YouTube も含めて、まあリジェネルも含めていろんなことをアグレッシブにやっていこうと思いました。じゃあね、一緒に一回しかない人生だからもったいないんですよね。でね、あのー、もう一個あって、まあその本に書いてあったんだけど、自分の残りの時間、人生の時間が何年かっていうのを計算するアプリがあったんで、それをダウンロードしたんですよ。 したらまあ平均寿命から考えると僕あと多分40何年ぐらいしか生きれないんですよね。40何年。四十何年生きれるか、四十何年も生きれるって思うかもしれないですけど、時間が経つとともに体力もなくなっていくし、病気になるかもしれないし、体も不自由になるかもしれない。どん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 リスクが高まっていくんですよ。だったら今どんどんいろんなこと挑戦してお金使っていろんなことチャレンジングにやって名を残していかないとダメだよねって結論になりました。 はい。なんでそういうことになりました。で、まあ、今の持ってるお金も、最終的には死ぬ頃にはゼロ。ちょうどゼロぐらいになるぐらい使う。それぐらい人生にレベレッジかけた方がいいじゃないですか。っていう風に思ったんで、やっていきたいと思います。ただ一方で、 だったらじゃあ今自分の考えたんだよ。自分の今の資産で1、死ぬまでに、まあこっから何にも収入がないと仮定して、いくら使えるんだろうな、みたいな。1日。いくら使えるんだろうなって計算したんですよ。まあそしたら、まあ結構まあまあ使えたんですけど、足りねえなって思ったんですよね。うん。1日1000万とかは使えなかった。 まあ、それは当然そうだ。そ普通に考えたら使えるわけねえんだけど、月3億になっちゃうから。まあ、そうなんですけど。まあ、でも、あの全然全然、まだまだ足りないなと思ったんで、えー、どん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 いろんなものをポジティブな生き金としてお金を使っていって、えー、いろんな人に勇気を与えたりとか、希望を与えたりとか、自分の名前を残すっていう側面と、あとはお金をもっともっと稼いでこうと思ったんですよね。この 要は収入の獲得と支出を強化する。意味のある支出を強化する。人生のライフバランスを上げる。ライフステージを上げるっていうのを、これからもっと意識してやっていこうと思いました。なので、お金を稼ごうと思います。